昨日から前線の影響で東北地方の日本海側や北陸地方を中心に複数の線状降水帯が発生をし記録的な大雨となりました電力は新潟県など約1900戸で停電が発生水道は新潟県など約380戸で断水が発生災害自治体と緊密に連携を図りながら二次災害に留意しつつ 災害応急対策に全力で取り組んでまいります。